アフリカ中央部に位置するコンゴ民主共和国、コンゴはこのような呼び方をされます。平和以外に何でもある国。世界中が欲しがる天然資源がそこに眠っていながらも、世界一貧しい国であり続けるコンゴ民主共和国、コンゴを切り口に世界の闇の闇について一緒に考えていきましょう。どうも皆さん、こんにちは、原カンタです。原カンタのチャンネルでは世界中の様々な問題を見てきましたが、もしも一カ国だけ本当に闇が深い国を挙げてくれと聞かれたら、僕はコンゴ民主共和国と答えます。その理由はコンゴの歴史や現状を知れば理解できるはずです。今回は3つの視点からコンゴという国が持つ特異性、いや異常性を見ていきます。ぜひ最後までご覧ください。コンゴという国が持つ特異性、最初にして最大の理由は、世界中が欲しがる天然資源が眠っているにもかかわらず世界最貧国であり続けていること。アフリカ中央部に位置するコンゴ民主共和国、アフリカ大陸では2番目に大きく、その面積は西ヨーロッパに匹敵します。コンゴは広大な草原と熱帯雨林に覆われた自然豊かな国です。世界のマウンテンゴリラの約半数にあたる700頭が隣国のルワンダとウガンダの国境地帯に生息しているほか、頭部がキリンに似て足にはシマウマのような模様が入っている世界三大珍獣の一つオカピもコンゴに生息しています。なんといってもコンゴの特徴はその豊富な天然資源にあります。31種類もの鉱物資源に加えて天然ガスや石油など世界中が手に入れたい資源がコンゴには眠っているのです。ちなみに1945年に広島と長崎に落とされた原爆にはコンゴから産出されたウラニウム 80% が含まれていました。特に近年注目されているのがコバルトという天然資源です。例えばコバルトは電気自動車の製造にも使われています。近年は欧米や中国を中心に電気自動車が普及してきています。地球温暖化の原因とされている温室効果ガスの排出を減らす一つの選択肢としてガソリン車から電気自動車への乗り換えを促す広告もしばしば目にするようになりました。 SDGs 持続可能な開発目標の理念が広まってきていることも電気自動車が普及する追い風になっています。しかし電気自動車を製造するためには大型のリチウムイオン電池が必要です。このリチウムイオン電池を製造するために必要となる鉱物がコバルトです。リチウムイオン電池はスマートフォンやノートパソコンにも使われていますが、これらの電子機器類に加えて電気自動車も普及してきたことで近年コバルトの需要が大きく伸びています。例えば国際機関の一つ世界銀行が出している報告書によると、クリーンエネルギー技術の需要拡大に応えるため2050年までにコバルトやリチウムなどの鉱物生産量が 500% 増加するという予測もあります。では世界中が欲しがっているコバルトという鉱物資源はどこにあるのか。こちらの表はアメリカ地質調査所が出しているコバルトに関するレポートのうち国別のコバルト産出量を表したものです。この表を見るとアメリカやオーストラリア、カナダ、中国、ロシアといった世界の大国に並んでコンゴ民主共和国が入っています。しかもその量は飛び抜けて多いです。世界全体のコバルト産出量14万トンのうち実に9万5000トン、約 68% がコンゴから産出されていることがこの表からわかります。その他にもコンゴにはタングステンやタンタル、スズ、金といった希少鉱物、いわゆるレアメタルや、さらにはダイヤモンドや銅といった鉱物資源も眠っています。これだけ天然資源が眠っているならコンゴは経済的にも豊かになっているのか。決してそんなことはありません。コンゴは世界の中でどれくらい貧しい国なのか見ていきましょう。人間開発指数と呼ばれるものがあります。これは分かりやすく説明すると、その国の平均寿命や子供たちが学校に通えている年数をもとにしながら保険、教育、所得という3つの側面からその国の発展度合いを包括的に測る指標です。 GDP 国内総生産という言葉は聞いたことある人が多いと思いますが、 GDP のような経済的側面だけに注目した従来の指標とは違って、その国の発展度合いをいろいろな視点から測ることができる指標、それが人間開発指数です。人間開発指数の国別ランキングを見ても、世界191カ国中コンゴは179位、アフガニスタンと並んで世界で最も貧しい国の一つです。さらにはコンゴの総人口約7800万人のうち約6000万人が1日 1.90 ドル以下、日本円に換算すると約200円未満で生活する絶対的貧困層であると推定されています。世界中が欲しがる天然資源がそこにあるにもかかわらず、世界で最も貧しい国の一つであるコンゴ民主共和国、最も豊かな国であり最も貧しい国である、それがコンゴ民主共和国です。なぜ豊かな天然資源があるにもかかわらずその恩恵を現地の人たちは受けることができないのか。これも様々な理由があり非常に複雑なため
一言で説明することはできませんが、コンゴという国の歴史を振り返ることでその理由の一端を理解できるはずです。コンゴという国の特異性、二つ目の理由は過去100年以上にわたり外国勢力に翻弄され続けていること。そしてその大きな原因こそが一つ目で解説したコンゴに眠る豊富な天然資源なんです。遡ること約140年前の1884年、アフリカ大陸から遠く離れたドイツのベルリンで国際会議が開かれます。ベルリンに集まったヨーロッパの国々によってアフリカ大陸は分割され、この時期からヨーロッパによるアフリカの支配、いわゆる植民地支配が本格的に始まりました。ヨーロッパの国々がアフリカの各地を植民地にしていく中、現在のコンゴ民主共和国は当時のベルギー国王だったレオポルド2世というたった一人のヨーロッパ人の私有地とされてしまいました。コンゴの面積はベルギーの60倍もありましたが、そのコンゴをまるで自分の家の庭のように扱ったのがレオポルド2世です。一個人によって植民地支配された国は世界でもコンゴだけです。今の時代から考えるともう本当わけがわかんないですよね。コンゴを支配したレオポルド2世が目をつけたのが現地でたくさん取れる天然ゴムでした。この時期のヨーロッパでは自転車産業が発達していたことで天然ゴムの需要が高まっていました。そのためレオポルド2世は当時世界最大級のゴムの産地だったコンゴに目を向けたのです。コンゴを支配したレオポルド2世は実際にコンゴに行くことはありませんでしたが、コンゴで暮らす人々に過酷な労働を強いることで莫大な量の天然ゴムを手に入れようとしたのです。ヨーロッパ人がゴム農園を作るためには土地が必要です。もともとそこで暮らしていたコンゴの人たちは強制的に土地を取り上げられただけではなく、新たに作られたゴム農園で強制労働をさせられました。ベルギー人の支配に対して反抗する者やゴムの収穫量でノルマを達成できなかった者は虐殺されたり、見せしめとして手首を切断されるといったこともありました。例えばこちらの写真はレオポルド2世統治下のコンゴ自由国における残虐な支配の実態を世界に知らしめた歴史的一枚です。コンゴの男性が5歳の娘の切断された手足を見つめています。レオポルド2世に差し出すべき天然ゴムの採取量が不足していたために懲罰として娘の手足を切断されたのです。コンゴがレオポルド2世の私有地だった頃の犠牲者数は500万人から800万人と推定されています。第二次世界大戦中にナチスドイツによって行われたホロコーストの犠牲者数が約600万人と言われているため、それと同等の数がなくなりました。天然ゴムをはじめとした資源をコンゴから奪うことでベルギーは経済成長していきましたが、それは数えきれないほど多くのコンゴ人の犠牲の上に成り立っていたのです。歴史を振り返ると100年以上前からコンゴはその豊富な天然資源ゆえに外国勢力に翻弄されてきましたが、それだけではありません。例えば1960年にコンゴはベルギーの植民地から独立を果たしましたが、独立を認めたはずのベルギーは豊かな鉱山地帯だったコンゴ南部のカタンガ州を分離独立させようと画策し、アメリカと共にコンゴに介入します。その後は5年間にわたって戦争が続きますが、コンゴに眠る天然資源をコンゴ人のために使うと宣言していたコンゴ独立の父パトリス・ルムンバが暗殺されるなど、この時期のコンゴでは大混乱が発生します。いわゆるコンゴ動乱の時代です。最終的にコンゴではベルギーとアメリカの後押しを受けたモブツ・セセ・セコという人物が政権を握ります。その後のコンゴでは32年間にわたってモブツによる独裁政権が続きましたが、この時代の政治は腐敗し、コンゴ経済がどん底に陥っていったことで多くの餓死者が出た一方、モブツ大統領自身の私生活は贅沢を極め、豪華絢爛な大統領宮殿や私邸を持っていました。その後1997年には隣国のウガンダやルワンダから支援を受けたローラン・カビラ率いる反政府勢力がモブツ政権を打倒します。これが第一次コンゴ紛争。これで一安心かと思いきや、ウガンダやルワンダがコンゴ紛争に介入した本当の理由にはコンゴ国内に眠る豊富な天然資源を手に入れたいという思惑も関係していたのです。このあたりの歴史は今回はさらっと解説するだけにしますが、その後モブツ政権を打倒して大統領に就任したカビラはウガンダやルワンダなどの外国勢力をコンゴ国内から排除しようとしたことで再び紛争が勃発します。これが第二次コンゴ紛争です。このようにコンゴには豊富な天然資源が眠っているがために、その天然資源を手に入れたい外国勢力が介入することで100年以上にわたって翻弄され続けているんです。それがコンゴには豊富な天然資源が眠っているにもかかわらず世界で最も貧しい国であり続けている大きな理由です。今かなりサクッと解説しましたが、16世紀の奴隷貿易の時代から現在に至るまでのコンゴの歴史を解説するのもいいかもしれませんね。最近歴史
解説系の動画はアップしないので、もし興味ある人いたらぜひコメントで教えてください。コンゴという国の特異性、最後の理由は紛争があまりにも複雑すぎる構図をしていること。特にコンゴ東部での紛争が激しいとされていますが、少なくともこの地域一帯には132もの武装集団が存在していると考えられています。さらに大きな視点から見ると、コンゴ東部の紛争には多くの関係者が入り乱れています。政府の役人や政府軍、警察や外国部隊、武器商人や多国籍企業、メディアや国際機関、宗教団体まで、こういった関係者の一部がコンゴ東部に眠る天然資源の不法な搾取に関わることで、戦争経済から利益を得ていることも、コンゴ東部の紛争が複雑な構図になっていること、そしてまた今後の紛争が注目されにくい理由です。複雑な今後紛争の話を聞くだけでも頭が混乱するかもしれませんが、今後を苦しめるのは紛争だけではありません。例えば致死率が約9割とも言われているエボラ出血熱も今後東部で流行しています。2022年4月にもエボラ出血熱の流行が宣言されていますが、今後でのエボラ流行は1976年にエボラウイルスが特定されてから実に14回目です。さらには自然災害。例えば2021年5月にはコンゴ東部にある活火山ニーラゴンゴ山が大規模噴火を起こし、一時は約35万人に緊急の支援が必要になるなど、日本でも大きなニュースになりました。戦争、天然資源、火山噴火、エボラ出血熱。現地のコンゴ人にもこのようなことを言う人がいます。コンゴは何もかもがある国、平和以外は。もしもあなたが本当の世界の闇を知りたいのであれば、いい意味でも悪い意味でも今後はふさわしいテーマかもしれません。これだけいろいろな問題を抱えているコンゴ民主共和国、特に東部ですが、そのコンゴ東部で活動する日本の国際協力団体が、僕がかつて所属していたこともある認定 NPO 法人テラルネッサンスです。テラルネッサンスはウクライナでも活動していますが、今年8月には僕がウクライナまで渡航し、現地での支援活動を取り上げたこともありました。僕は今28歳なんですけど、来年20代ラストイヤーの年にはコンゴ東部での取材にも挑戦したいと考えています。引き続き応援していただけたら嬉しいです。また僕が運営するオンラインコミュニティシナジーでも、コンゴやアフリカ関連の勉強会を定期的にやっています。シナジーを通じて僕の活動を応援していただけるというのもとても嬉しいです。メンバー限定の情報も発信しています。少しでも興味がある方、ぜひ概要欄のリンクから公式ホームページご覧ください。今回の動画ですが、以前も紹介したことがある米川雅子先生の世界最悪の紛争コンゴ、平和以外に何でもある国を参考にしています。興味がある方はこちらの方もぜひチェックしてみてください。コンゴがテレビや新聞など日本のマスメディアで取り上げられることはほとんどないので、関心を持っている日本人は少ないと思うんですけど、僕のチャンネルで地味に人気があるテーマがコンゴなんですよね。いやもうなんで、普通ね YouTube でこうなんかいろいろ動画見てて、おすすめでコンゴがね、なんたらかんたら書いてても、普通の人だったらどこそれってなってスルーしますよね。なんでみんなコンゴ好きなんですか。まあね、普通の感覚からしたらコンゴなんて遠い国の出来事もうどうでもいいよって感じちゃうかもしれないんですけど、コンゴについて知れば知るほどこの国が世界の闇の縮図と言われる理由が分かってくるかと思います。事実は小説よりきなりという言葉もありますが、 YouTube で人気がある都市伝説とか陰謀論とか、もうそういったテーマよりもよっぽど闇が深い話が現実の世界で起きていますからね。今後も今後関係の動画アップしていきますので、今回の動画で今後に興味を持った方、ぜひ高評価ボタン、今後も今後について知りたいと思った方、チャンネル登録もよろしくお願いいたします。今回ね、まあまあ今後ギャグ差し込む余地なかったんですけど、まあね、最後にね言っとかないと、コメント欄でなんで言わなかったんですかって、もうめちゃめちゃね、もう嘆きのコメントたくさん来るんで、最後の最後にぶち込みました。ということで今回も最後までご視聴くださりありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。